疲れ様です。いや、いらっしゃいませ。さて行くか。かかってこい。お前桜だろ。マシマシ近いじゃん。もうこんな。もしもし。もしもし。そうだな。私好きよ、あなたの声。もっと、もっと。かわいい声してるな。ありがとう。仕事は何をしてるの？その気にさせてどうしたの？好きにしていいの？不動産関係だ。遊び慣れてそうね。まるまる来た。これもどんな体型をしているんだ。体が気になるの？そうだな。スタイルには気を使ってる方かな。女の子は優しく扱わないとダメよ。優しいだけじゃつまらないけどね。そうだな。もう待てないよ。話しやすいな。もっと楽しみましょ。いくつなの？もっとあなたのこと教えて。もう少しよ。二十歳だ。元気ありそうね。そうだな。ああ激しいのね。ドキドキしちゃう。もっとあなたのこと教えて。楽しい出会いにしましょう。若そうだな。若い方が嬉しい？どうするどうするどうする。どこなんだ。どんな顔をしているんだ。どんな顔が好きなのかしら。最近よくテレビに出てるアイドルに似てるって言われるかな。小悪魔系っていうの？あなたを食べちゃおうかな。そうだな。もうこんな時間。
運命を感じるな。感じちゃう。テレクラで知り合ったことを恋愛できる？いや、ダメ。耳があなたを感じてるの。セクシーな声してるのね。お前とならできそうだ。みんなに言ってるんでしょ。そうだな。こんなにたくさん。まだまだいけるでしょ。そうなの。チキショウ。どんな体つきなのかしら。ほてってきちゃった。がっちりだな。楽しいね。そうだな。耳があなたを感じてるの。こんなにたくさん。時間を忘れて。まだまだいけるでしょ。チャームポイントはどこだ。なんか想像しちゃった。何が正解だ。今から会わないか。やっと誘ってくれたのね。ようやく会えるのね。私の体もうこんなに熱くなってる。責任取ってよ。じゃあ楽しみは後でね。何？
おう、ん、おう、気に入らない、殺す。なんだこれ、よろして。稼ぐぜ、ジャリンジャリン稼ぐぜ、ガンガン稼ぐぜ、ジャリンジャリン稼ぐぜ。Yeah!
いらっしゃいませ。さて行くか。焦るなよ。かわいい、すごいね君は。ママに後でね。来た。もしもし。そうだな。声セクシーですね。優しそうだな。ありがとうございます。今おいくつなんですか？二十歳だ。嘘、年下さんなんですね。あれは聞こうか。どんな体型をしているんだ？スタイルですか？運動が好きなので体は引き締まっている方かもしれないですね。痛くしないでくださいよ。あれ、私何を言ってるんだろう。もう変なこと聞かないでくださいよ。そうだな。話しやすいな。そんなことないですよ。甘えさせてくれますか？もう少しだけ。ああ、甘えてくれ。本当に甘えちゃいますよ。そうだな。ちょっと熱くなってきちゃいますね。癒されるな。癒しちゃいますよ。どうなんだ。
どんな顔をしているんだ。顔ですか。顔小さいねって言ってもらえることはあります。髪はショートなんですけど、男の人って長い方が好きな人多いですよね。あなたはショートの子どう思いますか。そうだな。耳がキュンキュンしちゃう。俺たち気が合うな。私も同じことを思ってました。どんなお仕事してるんですか。お上手ですね。不動産関係だ。すごい。そうだな。モテるだろう。全然モテないですよ。気持ちを考えろ。いきなりすぎるか。落ち着いて。今から会わないか。え、今からですか。うん、私も会いたいです。ドキドキしてきちゃいました。でもすごい楽しみです。じゃあ後で会いましょうね。
乗ってよくない。しのぎ切ったな。お前に任せた。頼んだぜ。
いらっしゃいませ。さて行くか。もしもし。そうだな。耳があなたを感じる。若そうだな。若い方が嬉しい？どんな体つきなのかしら。楽しい出会いにしましょう。がっちりだな。楽しみね。どうするどうするどうする、どうなんだ。どんな体型をしているんだ。体が気になるの。そうだな、スタイルには気を使ってる方かな。女の子は優しく扱わないとダメよ。優しいだけじゃつまらないけどね。そうだな。チャームポイントはどこだ。口かな。なんか想像しちゃった。彼女からどう呼ばれたい。もう待てないよ。あだ名だな。甘えん坊なのね。そうだな。時間を忘れさせて。いやもっとあなたのこと教えて。もうこんな時間。どうなんだ。それで？テレクラで知り合ったことを恋愛できる？セクシーな声してるのね。お前とならできそうだ。みんなに言ってるんでしょ。そうだな。嬉しいのね。モテるだろう。探ってるつもり？俺は何をすればいい。あれは聞こうか。どんな顔をしているんだ。どんな顔が好きなのかしら。最近よくテレビに出てるアイドルに似てるって言われるかな。小悪魔系っていうの。あなたを食べちゃおうかな。そうだな。まだまだいけるでしょ。初キスの相手は秘密。浮気はしたことある？ドキドキしちゃう。好きにしていいのよ。こういうのも悪くないわね。考えられないな。一部なのね。そうだな。その気にさせてどうしたの。もっと話したいな。話すだけでいいの？
今から会わないか。やっと誘ってくれたのね。ようやく会えるのね。私の体もうこんなに熱くなってる。責任取ってよ。じゃあお楽しみは後でね。ちょっと下がら。乗ってけ。殺すぞ俺ら。やめろ。
切ってやろう。後悔するなよ。しのぎ切ったな。ランクアップ。ガンガン稼ぐぜ。ジャビンジャリン稼ぐぜ。
いらっしゃいませ。行くぜ。まだか。今日は逃がさないよ。逃がさないよ。これが目的なのか。もしもし。そう。あたかく止まり合って。まだか。ちょっと、今どこにいるんだ？もっと聞かせてよ。もしもし。くそ。絶対に楽しいって。やってやるぜ。そんな満足そうそうだからよ。もしもし。さあ、もしもし、もしもし、そうだな、セクシーな声してるのね。ほてってきちゃった。優しそうだな。優しいだけじゃないよ。もしかして緊張してる？激しいのね。緊張してるかもな。どうするどうするどうする。あれも来た。どんな体型をしているんだ？体が気になるの？そうだな、スタイルには気を使ってる方かな。女の子は優しく扱わないとダメよ。優しいだけじゃつまらないけどね。そうだな。もっともっと。うまくいったな。何なのよ。しまった。彼女からどう呼ばれたい？もっとあなたのことを教えて。決まりだ。へえ。切るわね。奥が深いな。まだ終わらねえ。僕が悪い子だな。ちょっとおしゃれする。もしもし。くそ。まだか。好きです。そんなこと言わないでさ。さあ、もしもし、もしもし。そうだな。いや、仕事は何をしているんだ？ OL です。制服かわいいんですよ。どんなスポーツが好きなんですか？私、好きな声です。野球かな。行ってみたいんですよね。落ち着いて考える。聞いてもいいのか。どんな体型をしているんだ？スタイルですか？運動が好きなので。
体は引き締まってる方かもしれないですね。痛くしないでくださいよ。あれ、私何言ってるんだろう。もう変なこと聞かないでくださいよ。そうだな。もう少しだけ。可愛い声してるな。またまた。うまいですね。プレクラで知り合った女の子と恋愛できますか？耳がキュンキュンしちゃうね。お前とならできそうだ。ドキドキしちゃった。そうだな。時間を忘れちゃう。癒されるな。癒しちゃいますよ。どんな顔をしているんだ。顔ですか。顔小さいねって言ってもらえることはあります。髪はショートなんですけど、男の人って長い方が好きな人多いですよね。あなたはショートの子どう思いますか。そうだな。お上手ですね。若そうだな。声でわかるんですか？どんなお仕事をしてるんですか？それは嬉しく。不動産関係だ。すごい。そうだな。もっと。もっと。もう待てない。育ちが良さそうだな。なんか嬉しいです。あれは聞こうか。何を聞けば。今から会わないか。今からですか。うん、私も会いたいです。ドキドキしてきちゃいました。でもすっごい楽しみです。じゃあ後で会いましょうね。何？
何？Well, that sucked. So there are supposedly three girls supposed to be able to go on a date with, but I keep messing up on either getting the ones with the issues, like Maria and Mary, and get the other ones, so just keep messing up. I'll eventually get them, eventually. But anyways, stay tuned for the next episode. Thanks again for tuning in. Peace out.